はい、こんにちは、横山武史です。三宅洋平さんっていう、名前は僕、あなたは聞いたことがありますでしょうか。僕自身、ずっとこの間まで聞いたことがなくて、僕の一人の、信用できるもう友達というか先輩が、その人が教えてくださってメールでくださったんですね。ですぐに YouTube で調べて話を聞いて、そして雰囲気、そして言葉の一つ一つから、この人はすごいと思いました。もうその人のもう凄さで、僕の一個上だけなんですよ。それであの言葉のどういうかな、重さっていうか、そして、真剣さ、行動力、周りを巻き込む力っていうのは素晴らしいなと思いましたので、メルマガを貸していただくことになりました。させていただきました。ぜひ聞いたことがない人はね、下のところを見て、何かしら感じていただいて、もちろん好き嫌いはあると思います。どのメルマガの人でも、どの人間でも、嫌いな人もいれば好きな人もいると思うんです。ただこの人は僕は面白いなと思ってるし、あなたが好きか嫌いかは選んでください。嫌いであれば読まなくていいし、好きであれば何か感じれば、読んでいただ見ていただければ、そして聞いていただければ、見てあの読んでいただければと思うんですね。で本当に、千日後また選挙に出るとかいうことも言われたりしているようですけど、その選挙はどうのこうのっていうよりも、この人の生き様っていうか、生き方っていうか、言葉の全てっていうのかな、なんか何かを感じませんか、僕らの奥底にある。で彼の言葉ですごい、僕の中で響いたのが、今回やりたいこと、今世ですね、今回生まれてきてやりたいことはほっとくと、また次の生まれてきてすると、しなければならないことを今するんだと言われてました。そういうような熱さっていうか、自分の役割っていうか、そういうものを、思い出すためにも、そして、これから世の中を変えていく多くの20代30代40代の人たちがいると思うんですね。そういう方々が特に響くと思うんで、もちろんその上の方々、そしてその下の方々もそうですけど、心が若い人、青年の方ですね、そういう方、若者ですね、心が若い若者ですね、ぜひ、聞いていただいて、ぜひ読んでいただいて、何か感じて、そして何かを行動を一歩移していただければと思います。彼は十分にもう頑張ってって言われるのが寂しいって言うんですね。頑張ってというより、僕はまだもう頑張ってるという 100% 以上頑張ってるよと、もうそれを頑張ってっていうあなたに頑張ってほしいと言ってますので、ぜひ僕らが頑張っていかないといけないんじゃないかなと思ってます。まずは、読むところから始めてみてください。以上です。ありがとうございます。